ジュラシックパーク、ジュラシックパーク。おお、なんだ人間、急に僕の耳元で叫ぶだ。私じゃないよ。え、誰の話をしてるの？あ、もしかして私の走るスピードが速すぎて2日前の音声が今この場に到達した可能性はあるけどね。ミスター音階くん、誕生日を祝ってくれたのは感謝する。だがそんなに声を張り上げなくとも聞こえるぞ。いや、私は声を張り上げてない。私が張り上げるのは胸だけ。声を張り上げてるのはあなたのジャンル。胸張り上げ係と声張り上げ係で今まで分別してたじゃん。どうしたの急に。おめでとうセベ君。いや、誕生日だよセベ君、4歳目の。やっぱセベクはさ、なんか昔の茨の谷の思想主義だよね。どっちかというと一番尖ってるところにいる気がする。で、末端にはシルバー、末端っていうかその丸い部分にはシルバーがいる気がするな。プラチナジャケット見てやっぱセベクが一番尖ってる気がした。ディアスムリーナの中だと。終わりまーす。あ、待って、セベク。誕生日おめでとう。お前の声は俺たちに届いてる。いや、お前の声は国外にも届いてる。何？普段の僕の真似をしただと？ずいぶんと誇張したものだ。なかなか面白いな。ハリウッドチマ師匠だ。誇張しすぎたセベク。やめよう。さすがにちょっと自分で胸クソ悪くなった今。いや、好きなキャラだからさ、ちょっと胸クソ悪くなった今。おめでとうセベク。いや、セベクね、いや、なんかさ、なんだろう、7章入ってからやっぱ7章の本編はトガリストから少しトガリドがヤスリで削られた感じしたんだけど、やっぱ本質的な尖ってるねセベクはね。クソデカミュージカル終わり、お誕生日おめでとう。みんなも祝ってくれてるよ。いや、でもセベクすごいよねやっぱり。だって常に声量大で喋ってるんだよ。喉潰すでしょ普通。やっぱボイストレーニングしてるのかな。いつもさ大声を出すためのボイストレーニングを。いや、してそうだなセベク。セベクは努力家だからな。やってる可能性ある。